焼けてる。早速こちらのガチャガチャを焼いていきたいと思います。編集メンバーが回してきてくれたので全く詳細がわからない状態で開けてます。焼けるってどういうことだろう。焼いたように見えるのかな。カプセルもいつもとなんかちょっと違う感じが、形が全然違いますね。あ、でもね、外に行かなきゃいけないのかな、これ。外で使うって言ってた気がする。オープン！あー、気になる中身、色チェン餃子。カメレオンのマークです。ここね、全4種類、色チェン餃子。あー、すごい。あ、カプセル！フライパンになるんだ。なんかちょっと分かってきた気がする。太陽に当てるとか、そういう感じかな。全4種類。食べられません。エビ、かぼちゃ、マーラーかな、マーボー、マーラー、野菜。すごい、フライパンこれ取っ手までついてる。超かわいい遊び方がね。あー、やっぱり予想通りです。予想通りの遊び方をするみたいです。まず一つ目こちらです。赤色のフライパンになるのかな。そして今のところこちら真っ白な餃子、裏だけ少しで焼き色がついています。こちらこんな感じでいいのかな。あ、そっかそっか、こっちもいるんだ。これもね、使う。これいらないと思ってた。これも使うんだ。だと、フライパン。この餃子がもうなんかプリップリです。食べれるんじゃないかなっていうぐらいプリプリしてる。本物そっくり。今まで触ってきたガチャガチャのこういうスクイーズ、一番これがプリプリしてるんじゃないかなって。プニプニじゃないの。もうプリプリ。プニプニじゃない。まずは、中身をね、全部出していきたいと思います。二つ目いきます。黒いフライパン。あ、これも今のところ白い餃子ですね。白スタートなんだ。白から何色に変わるかってこと。ただちょっともうラインナップにフライパンと餃子の名前が書いちゃってあったので、まあ、そのラインナップを見ればね、分かっちゃうと思うんですけど。オープン！食べたい。じゃあこっちもサクッと作っちゃいます。入らない。うえち！入った！来た来た来た！よいしょ！あ！大丈夫？ま、割れてないです。オッケー。あ、このぐらいグッてやると入るんだ。さあ、今、外にやってきました。ベランダでね、ちょっと撮ってます。じゃあね、ちょっと、やってみます。実験！はぁ、ピンクになってる！すごいすごいすごい！ピンクに色が変わってる！おぉ！焼いてる焼いてる！すごいすごいすごい！焼けてる！結構もう一瞬で色変わるな。うわー、すごいすごい。これはマーラー餃子かな。多分マーラー餃子ですね、これは。さあ、二つ目いきます。 GO！ 何色だろう、何色だこれは。緑で、こちらブラックライトなんですけど、多分このライトでも色変わると思うのでやってみます。お、変わってる変わってる。こっちのね、ピンク色、マーラー餃子の方は結構色がはっきりと変わってくれたんですよ。太陽光でも変わったんですけど、もう一つの方がね、ちょっと変わりが微妙でしたね。はい、こんな感じで色変わりました。こちらね、かぼちゃ餃子と迷ったんですけど、緑色の野菜餃子じゃないかなっていうことで野菜です。そんなにね、色変わらないですね、これは。緑になるみたい。でもよく見たら、緑かなっていう感じ。ちょっと、あ、緑ですね。太陽光だとあんまりわかんなかったんですけど、明るすぎてね。緑だね、これは。ということで、カメレオンな餃子でした。